本チャンネルをご覧いただきありがとうございます。本チャンネルでは、先駆け研究課題、多数自然光源の瞬間同時ホログラフィックマルチカラーセンシングを紹介します。はじめに、本研究の構想を紹介します。本研究では、レーザーではなく、自然な光でホログラムを記録します。また、カラーフィルターのアレイではなく、透明な光学素子のアレイを用い、波長情報を多重記録します。自然な光で記録された1枚の波長多重ホログラムから、信号処理で波長情報と3次元情報を抽出し、瞬間のマルチカラー3次元情報を再生します。カラーフィルターが不要であるため、高い光利用効率をもって瞬間のカラーホログラフィックイメージングを実現します。では、どのようにして本研究の構想を実現するかですが、2つの要素技術を用います。1つは、偏光と光学デバイスを用い、太陽光でシャボン玉が干渉模様を形成するように、自然な光のホログラムを形成し、デジタルホログラフィーで瞬間記録します。もう1つは、干渉観測の分野で代表的な技術の1つである位相シフト法を用い、波長情報を分離抽出します。本方法は、計算コーヒーレント多重方式と呼ばれます。具体的には、波長ごとに異なる位相変調を与えながら、波長多重ホログラムを記録し、位相シフト法の重ね合わせ計算に基づき、各波長の3次元情報を抽出します。要素技術1の説明として、デジタルホログラフィーを説明します。本技術では、一般的にレーザーを光源に用い、光の干渉を利用して干渉縞画像、本技術でいうホログラムを生成します。イメージセンサでホログラムを記録した後、計算機内で物体光を抽出し、光の解説を数値計算することにより、こちらのように任意の奥行きに焦点を合わせることができます。このように3次元情報が再生されます。自然光デジタルホログラフィーでは、レーザーではなく、自然な光で干渉縞画像を生成します。先駆け研究で実現した要素技術1を、自然光デジタルホログラフィーとともに説明します。要素技術1は、偏光子、遠偏光レンズ2枚、カラーイメージセンサーのいずれも市販の物品で実現できます。シャボン玉が極めて小さなズレで2つの光波を生成することを、遠偏光レンズ2枚で再現し、カラー偏光イメージセンサーとの組み合わせにより、自然な光のホログラム記録を実現します。遠偏光レンズと偏光子アレイの組み合わせで、単一露光位相シフト法に必要なホログラムを得られ、カラーフィルターアレイで波長情報を得られるため、記録された1枚のホログラムからフルカラーの再生像をこのように得ることができます。ただし、要素技術1単体では弱い光を明るくマルチカラーセンシングすることが困難です。そこで、吸収の波長依存性ではなく、位相変調の波長依存性でマルチカラーセンシングする計算コーヒーレント多重方式を導入します。物理量ごと、ここでは波長ごとに異なる位相変調パターンを与えながら、多重ホログラムを記録します。そして、位相シフト法の原理に基づき、各波長の3次元情報を分離抽出し、カラー3次元イメージングします。本方式、先駆け研究で立てた数式モデルで考えると、ご覧の通り、極めて簡素な行列式で表現できます。波長多重数を N として、 I は記録される波長多重ホログラム、 P はホログラムの記録ごとに各波長に与える位相シフト量、 U は求めたい各波長の3次元情報です。これらの行列の中、各波長に与える位相シフト量は研究者側で設計でき、 P が生息行列であれば、逆行列をもって U を導出することができます。位相変調で物理情報を多重記録復元するため、フィルターレス多次元イメージングでき、測定する波長多重の帯域数が、例えば RGB の3であるとき、フーリエ分光法に比べ40分の1の情報量でフルカラー3次元イメージングできます。先駆け研究では、まず本方式を自然光デジタルホログラフィーに融合し、自然な光のマルチカラー多重ホログラフィックセンシングを行いました。ハロゲンランプや蛍光の光でカラー多重ホログラムを記録し、HE 染色された細胞のフルカラー3次元イメージングを実証し、そしてヒーラ細胞の細胞核、細胞骨格の組成識別イメージングがホログラフィック多重で実現可能であることを、計算コーヒーレント多重方式の適用により世界で初めて実証しました。右下の図のように、蛍光多重記録されたホログラムに位相変調を与えると、干渉光強度の変調に変換され、そして信号処理によりカラー再生像を得ます。2つの要素技術を合わせて本研究の構想を実証しました。要素技術を合わせるために、フォトニック結晶の製造技術により、
波長依存性位相変調阻止アレイが接着されたモノクロイメージセンサーを試作しました。3次元空間に2種の多数の蛍光粒子を散りばめ、1枚のカラー多重ホログラムから増再生できることを世界で初めて示しました。またハロゲンランプを光源に用い、瞬間ホログラフィックマルチカラー多重イメージング可能であることを示しました。吸収ではなく位相変調の波長依存性がカラーホログラフィックイメージングに使えることを示せ、自然な光で実現できるため汎用性の拡張に多大に貢献する結果であると位置づけています。本研究では自然な光を用いる2種の瞬間ホログラフィックカラーセンサーを開発しました。要素技術1ではホログラムの記録密度が大幅に低下し、カラー記録のために画像が黒くなってしまいますが、市販の機器素子で構成できるため低コストで運用できる利点があります。本研究の構想では現在まだ特注の機器素子がいりますが、計算コヒレント多重方式の活用によりホログラムの記録密度の低下を抑え、位相変調で波長情報を得るため明るくマルチカラーセンシングできます。微弱な光を測定する条件で明るくホログラフィックセンシングできる原理的特徴を生かし、既存の限界性能の突破に向けて運用するのに適していると考えています。例えば夜間の撮影も弱い光の条件と言えます。花火や夜のシーンの撮影でも明るくボケずブレずカラー 3D の画像記録を行いたい、そんな時にも本研究の構想が役立つと私は信じています。マルチカラーの小さな蛍光体を測りたいといった光量の限られた暗い環境でも鮮明高速にカラー3次元動画イメージングできる顕微鏡として運用できるとも考えており、化学計測、産業応用、どちらにも活用できるような研究成果であると考えております。現在200ナノメートル程度の蛍光ナノ粒子を測るホログラフィック蛍光顕微鏡を開発しており、このような光量の限られる資料の多次元多重ホログラフィックイメージングを行う顕微鏡に価値を感じてくれる人がいたら、ぜひ仲間になってください。ご清聴ありがとうございました。